女子サッカー選手が続々とがんを発症。異常の原因は人工芝にあった。海の向こうから仰天ニュースが飛び込んできた。アメリカの女子サッカー選手にがんが多発しているのだ。そしてその大半がキーパー。原因はなんと人工芝にあったというのだから。リオデジャネイロ五輪予選でなでしこジャパンは惜しくも敗退してしまったが、そのプレーは私たちを熱くした。特にゴールを死守すべく右へ左へと飛ぶ山根めぐみりなや福本美穂のプレーは感動的だったが、そのキーパーが命の危険にさらされている。発端はワシントン大学の女子サッカー選手が次々とガンを発症したことによる。ガン発生者38人のうち34人がゴールキーパーだったのだ。彼女らが罹患したのはリンパ腫や白血病などの血液のガン。14年には米国 NBC テレビが人工芝から健康に害を及ぼす危険性がある高濃度の鉛が検出されたと人工芝に使われるゴムチップの危険性を指摘。全米でゴムくずの安全性に関する議論が白熱した。ワシントン大学のサッカー部でキーパーをし、ガンを発生した人物はこうはしている。人工芝から個体やがちぎれたような極小の黒いゴムくずが出ているのを感じていた。これが服や髪の毛に付着、さらに切り傷、擦り傷を通して気管に侵入し、ガンの原因になったのではないか。そもそも合成繊維や廃タイヤから作られる人工芝の原材料はベンゼン、カーボンブラック、鉛など発がん性のリスクが高いもの。そしてこの度米消費者製品安全委員会 CPSC が人工芝の原料として使用されている個体やの危険性について調査を開始すると発表、16年2月12日したのだった。日本でも多くの球場などが人工芝だし、自宅のベランダや学校、子供たちの遊び場、保育園でも人工芝の使用は増えている。早急に安全性の調査が必要だ。